今日はストップモーションレースを霊夢とマリサでお送りします。スターティンググリッドです。1列目、ロガーノとジョンソン。2列目、ハムリンとエドワーズ。3列目、カイル・ブッシュと宇田川。4列目、ゴードンとキューレックス・ジュニア。5列目、ケンセスとステンハウス。6列目、ケインとボーヤー。7列目、ビックルとデイル・ジュニア。8列目、マクマーレイとメナード。9列目、ブレイニーとニューマン。最後尾はスチュワートです。レースはセグ1、5周、セグ2、2周で争われます。さあ、スタート。ロガーノとジョンソンがトップでスタート。ジョンソンがアウトを走っています。このコースは車列に入れないと順位を落としてしまいます。外されました。先頭は3ワイド。ゴードンがトップに浮上しました。あーっとクラッシュ、ジョンソンもやられた。コーション発生でレース中断。リプレイです。ニューマンとボーヤーが接触したようです。さあリスタート。ゴードンが飛び出します。ジュニアがそれをパスします。上空が暗くなり始めました。ゴードンが再び前に出ます。また晴れました。ジュニアとゴードンがトップを争います。でも外からニューマン、スーパーマンとタートルズが争います。大外からブレイニーとステンハウス。ブレイニーがセグメント1を制しました。セグメント1を終えてセグメント2に入ります。ブレイニーとステンハウスが飛び出しました。インからニューマンとエドワーズ。ジュニアの車載カメラです。スリーワイドでの争いが続きます。さあファイナルラップ。ニューマンとブレイニー、真ん中からエドワーズ。さらにインからケンセス、フォーワイド。何かがあれば大クラッシュ、ビッグワンにつながります。ワーッとクラッシュ、ビッグワン発生、そのまま、チェッカーフラッグ。リッキー・ステンハウス・ジュニア型タナゴタで勝ちました。ウイニングランをして、勝利のパフォーマンス。リプレイです。ケンセスが膨らんで4台が接触、ブレイニーは横転していました。結果です。ステンハウス・アーンハート・ジュニア・メナード・ゴードン・ロガーノのトップ5。ウプ主も9位に入りました。怒りタイヤのドライバーたちです。ジミー・ジョンソンは最下位に終わりました。今日のレースは最終ラップの大クラッシュを見事に避け切り、そのままトップに浮上したリッキー・ステンハウス・ジュニアが勝利を手にしました。